はいどうも、今回はまた説明書箱なしのキットです。はい、タミヤのテスタロッサです。なんかね、これね、聞いた話だと結構やばいっていう話を聞いたことがあります。なんか地雷らしい、あ、折れてるっていう話は聞きましたが、ちょっとどういう風なのかなっていう風に思ってたので、ちょっとやっていこうかなという風に思います。まあ、これダメか。大丈夫かな。タミヤのテスタ初めてです。どんな感じになっていくか全然わかんないですけど、やっていきましょう。内装赤い、ここにエンジンフードとかもありますね。で、サイドのフィンのところ、フィンの奥のところとか、インパネだとか、内装はね、バスタブかな？なところですかね。で、これシャッシの部品ですね。これはクロス成形。これね、デカール、ついてるデカールを見ると、押しかタミヤのロッドみたいです。ちょっと歪んでますね。よいしょ。で、これがエンジン周りの部品ですね。またね、F40 の時と同じように、ちょっと説明書はネットで見て、どんなもんかなって見ながらやっていく感じになると思います。で、押しかタミヤのやつなので、まぁ、ちょっと一回、袋がね、結構ね、カビカビだったので一回洗ってやっていくような感じになりますね。よいしょ。まあ、しゃあないっすよ、その辺はもう。あ、そっか、テスターだとミラー片っぽだけなのか。この多分、成形色赤のやつっぽいですね。色が赤色のが、まあ、ほんのり透けて見える。よいしょ。で、タイヤですね。よいしょ。で、これがデカールなんですけど、これも多分なんか、なんと、なんか仕様、なんか仕様みたいな感じで違うんでしょうね。使えるかしら。これ見えますかね。はい。押しか静岡シティ。多分これ、この頃のロッドですよね。というような感じの構成ですが、まあ一回ちょっとね、ジャブッと洗ってから、中性洗剤で洗ってから始めていくような、そんな感じにしていきたいと思います。まあ筋彫り直しをしたところです。で、ここのね、スリットというか、このメッシュの部分、ここは今回またね、この今ステサフも前、まあステサフの段階ですけど、この時点でね、もうマスキングしちゃいます。どうしてもね、入り込んだとこだし、この段階でやっておいた方が楽だと思います。よいしょ、よいしょ。よいしょ。で、よいしょ。切れてた。よし。いつもね、切れてないかど、切れてないことが多いからね、不安なんですよ。まあ、本当はここもやっちゃった方がいいかもしれないですけどね。やるか。この後セサフ削って、で、一回黒サフ含んで、黒サフ吹いた後にセミグロスブラックを塗って、で、ここのね、黒くする部分、まだ早いかな。ただね、こういうところってマスキングしづらいじゃないですか、こういうところ。だからこ
このタイミングでやっちゃった方が綺麗にはできるかな。で、裏の部分をね、どうしようかな。でも黒く塗っちゃって、ここのメッシュというかスリットの部分、ここは全体的にセミグロスブラック塗って、裏からもマスキングしておいて、で、塗っていくような感じにした方が、多分綺麗にいきそうな気がするんだよな。あの全体的にバリ多いです。なのでちょっとすり合わせとかは慎重にやってあげた方がいいのかなっていうことは今の時点で思ってます。今回はうまくいくかな。プラッツだったかから出てるをきれいに切れるサークルカッターよいしょ、ああいうの買わなきゃダメなのかな。ちょっとねコンプレッサーも買い替えたいなって思うようになってて、よいしょ、いろいろと道具を揃えたりグレードアップしたりしたいなと思うんですけど、先立つものがねなかなかね、多めに切ります。おー、ほらね。ほらね。最初4つうまいこと切れてたんだから。4つでよかったのでは。やっぱ真ん中ちょっと切らなあかんか。今回はメッキを落としてます。メッキ落としのまずは真ん中の部分をねサフ拭いて、サフ拭いてで、アンティーク RSR シルバーを塗ってます。でこのリムの真ん中のところだけねマスキングして、で黒拭いてスーパークロムシルバー2で塗ると、そんな感じにやります。ずれてる、ずれてる、いかないわね。なんかずれてるな。気持ち、もうちょっと大きくてもよかったかもしれない。気持ちね。でこの真ん中のところはテスタホイールどうなのかな、センターはまた違うんだろうか。センターロックではないでしょ。でこれでまたね袋拭いて、スーパークロームシルバー2を拭いてっていう感じで塗り重ねていきます。
車種の組み立てがほぼほぼ終わっています。内装の塗り分けがね難しいのと、ちょっとまあ省略しているところはありますが、でもこうね押しピンだと丸見えになっちゃうんですけど、これフェルト貼るにもなーっていうことで、もうとりあえず今回はこのまま行くことにしました。組み立てはそれほど難しくないと思いますが、まずね、まあ、説明書はネットの方で見ていろいろ見たんですけど、このねフロントのこの駅マニからこのフロントパイプのところ、まあ、説明書ネットで見ているやつで、あれどこみたいな感じになったりだとか、ちょっとねこのマフラー接着剤はみ出しちゃってますけど、んみたいな感じになりながらこんな感じになっちゃってます。でボディなんですけど、ここねはみ出しちゃったんですよね、接着剤で。あとワイパー全然反り合わないんですよ、ピーンってまっすぐなんですよね。で普段だったらこうやってうにうに曲げながらやるんですけど、これね一回ね折れちゃったんですよ。折れちゃったやつを一回接着し直してっていう風なので、で曲げたら多分折れるなっていう風に思ってやったら、もう全然合わなくて接着剤のはみ出しがひいたっていうな感じです。でこのサイドのねこの多分フィニファリーナロゴかなのところのデカールはありません。これねありません。でもデカールがね劣化しちゃっててね、本当はこのリアのテスタロッサとか貼りたかったんですけど、うまいこと貼れなかったのでもうなしです。で、今回はねこのメーターデカール、これ台紙ごと切ります。これ取り寄せできるのかな、メーターは多分これアメリカ仕様と本国仕様みたいな感じですかね。この説明このデカールでいくと、こっち側がね多分ねマイルメーター、このメーターこっちは多分ねマイルメーターだと思います。で今切り出した方は多分ヨーロッパとか国内日本国内のデカールなんじゃないかなっていうふうに思います。よし、で切り出したらこれ反っちゃってんだよな、取っちゃってるので、まあ、すぐには乾かないでね、くっつかないので、セメダインハイグレードはねちょっとずつまあ、時間かけてこっちがくっついたらまたこっちを貼っつけてみたいな感じにしてくっつけて、でまたねその上からセメダインハイグレードを持ってっていうような感じにしてねやっていこうと思います。思っていたよりはタミヤのキットっていうふうに考えるとちょっと難しいかもしれないですけど、パチピタっていうわけじゃないのでね、なのででもまあ基準が自分の場合で基準がねもうなんかああこうっていうようなキットばっかりなので、あんまり参考にならないと思いますけど、それほどきついキットでは今のところはないです。これから先ボディとシャーシの合体をしてどうなっていくかっていうところがあるので、何とも言えないところはありますけどもね、な感じで、まあとりあえず内装の塗り分けは大変です。これ多分違いますよね、ここ赤じゃねえよな はい、タミヤのフェラーリテスタロッサ完成でーす。デカールがねダメだったのもありますし、まあちょっといろいろとやらかしがあってね、なんかパリッとしない仕上がりになってしまった。いつものことじゃないか。はい、その通りです。接着した羽馬エンブレムどこ行ったねん接着したでしょなんでどっか行っちゃうの。あ
エンジンフードはまあ組み合わせる前、ボディとチャーシー合体させる前はぴったり収まってたんですけど、組み合わせるとね、こうちょっとしっかり締まってないですね。ここある、あやらかしが目立つな、もういろいろとね、難しいかな。ちょっとミラーの接着がかなりまあ芋付けなんですけど、かといって真鍮線が刺せるような場所でもないので、瞬着で一発決めっていう感じにしてあります。ボディとシャーシをこのね横のところで接着する感じになるんですよね。横のこの赤いところとこのシャーシの黒い部分のそこでペタってくっつけるような感じになるので、そこがねちょっとね愛がうまいこといかなかったかな。ちょっとはみ出したりとかねしてますね。タミヤのテスタってまあ今のようなね状態になる前はもうそこら中のね模型店とかで普通にこうなんか棚の主的な感じで見かけてたようなキットっていうイメージがあるんですよね。なんかどこのお店にもあって、でこうそんな何珍しいもんでもないみたいな状態だったんですけど、今はねまあこういう状態になっちゃってですけど、まあ前も話した通りタミヤのフェラーリもね F40 の時に話したかな、あのそんなに慌てなくてもいいかなっていうふうに思いますよ。まあこれがいつのロットなのかがわからないので何とも言えないですけど、もう箱も説明書もないやつなのでね、なので何とも言えないですけど、今どうなのかな、金型メンテとかされてるんだったらいいかなーっていうふうに思いますけど、されてなかったとしたらもっと大変なことになってるかなーなんてことも思ったりしつつ、うん、でもまあそうですね。でもテスター24分の1のテスター他出てたっけ、他出てたっけ、不死身のやつは 512TR だから一応これの後継になるわけでしょ、だから違うし、イタレリとかで出てたのかな、ちょっとわからないですけど出てたような気がしないでもない。あれイタレリのやつ16分の1か24分の1もあったような気がしますが、まあねとりあえずは、はあ、ちょっと不完全燃焼、またね再生産されるようになったらちょっとリベンジ的な感じでやってみたいかなってことは思います。なかなかにこれはちょっと難しいキットだったかななんてことも思います。ボディとシャーシー換合させるときもね結構慎重にやらないといけなかったりとかするので、その辺もね気をつけながらっていう感じでした。というわけでね、今回はタミヤの、24分の1フェラーリデスタロッサでした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。